2006年の補聴行動委員会のチムシアッツでの活動の様子、同10月22日のほずり運動。ほずり運動を応援しよう。日本は謝罪と保証をせよ。の弾幕が掲げられている。補聴行動委員会とは、1996年に設立され、日本による尖閣諸島支配に反対し、尖閣諸島における中国の主権を 主な目標とする香港の民間団体である。2012年の尖閣諸島の主権を宣言するためのウオツリ島上陸は中国国内での反日デモを引き起こし、日中関係にも影響を与えた。ウオツリ島以外では、主にヤンフ731部隊、南京大脚殺香港陥落などの日中戦争の歴史問題にも関わっている。1996年、 イギリス領香港を訪問した外務大臣だった池田幸彦が尖閣諸島は日本の固有の領土と主張し一部の香港人の怒りを買った。日中戦争で中国に与えた被害に対して日本が謝罪と賠償を拒み続けているとして香港人が中心となって北朝行動委員会という団体を結成した。この団体は香港人の沈育幸が 中国発の民間保ずり団体が長魚島に行って歴史したのとほぼ同時期に結成された。補聴行動委員会が設立された後、そのメンバーは最大で100人を超えたこともあったが、2003年には30人にまで減少した。香港補聴行動委員会は多くの分野に関わっているが、長魚島以外では主にヤンフ731部隊。 南京大虐殺香港陥落などの日中戦争の歴史問題に関わっており、徐々に日本の軍国主義に反対する組織になってきている。また、定期的に学校を訪問し、若い人たちに歴史を知ってもらうための講義を行っている。また、日本の軍国主義を求断するために、国際社会の支援を求めている。7月7日の露光橋事件や9月18日の、 満州事変、12月13日の南京大虐殺が、当たる日などにはこの団体などによるデモが、セントラルの歩道橋の真向かいにある在香港日本国、総領事館が入居する公益広市場付近で毎年、行われている。2003年5月19日、表金家、調律、コン、リミナミ、牛緑肥、周文広の5人は、インターネット上で、 歩調行動のため島に乗り込む志願者の募集が正式に死したという発表を行い、ほ釣り運動のため海に出る志願者を募った。募集サイトには、このほずり運動に呼ばれた志願者は、この活動後に自ら解散し、すべての釣り志願者の情報はチェックしますとも明記されている。2003年6月22日朝、中国大陸と香港の補聴人士15人を乗せた漁船。 雪玉両1985漁船が石膏小玉関係拷門港から長漁島に向けて出港した。6月23日、日本の海上保安庁8隻と航空機数機に囲まれた漁船は長漁島に到達することができず、24日には玉関係に戻ることを余儀なくされた。香港補聴行動委員会の3人のメンバーは、ラオサムとヒウミがボートに乗り込み、 停止羊猿は岸に残って広報支援に当たった。2012年8月15日、法庁行動委員会の14名は漁船外豊か2号に乗って香港を出発し、長漁島の主権を宣言した。長漁台への接近中、漁船は日本側に妨害され続け、その間、日本の海上保安庁は水砲を発射し、漁船の船首、船体、航海契機を損傷した。 最終的に7人のメンバーは、長魚島への乗船に成功し、五星港旗と青天白日万地港旗を振り、中華人民共和国の国歌を歌い、旗を立てようとしたが、日本の海上保安官や島の警察官に止められた。日本側は、長魚島のメンバー14人全員を拘束し、石垣島と沖縄県那覇市に護送した。今回の事件は、2004年に、 中国本土の守備隊が1996年に香港の守備隊が長魚島に乗り込んだのに続いて中国人が長魚島に乗り込んだ二度目の事件であった。この事件は日中の外交問題にも発展したが最終的には人も船も全員無事に帰還した。2014年10月12日、甘傘運動にこして補聴行動委員会のメンバーである ラタエル・オサムと、コシ・タカ氏は、香港特別行政区政府の海洋局の監視下で、外遊高2号を強制的に航行させたが、ラマ島近海に到達したところで、海洋警察の船に妨害された。船に乗り込んだ後、警察は、海兵隊から、ラマ島の水上警察基地に戻って捜査するよう、要請されたと主張した。彼らはその場で逮捕され、業務妨害の容疑で、 水上警察基地に連行された。2017年7月7日、法庁行動委員会は、セントラルの歩道橋の真向かいにある公益広市場に、慰安婦像を設置し、当時内閣総理大臣の安倍晋三に対して、慰安婦問題や右翼政策に抗議し、日本政府に謝罪と賠償を求める活動を行った。その後も香港祖号があるドラワンにも設置している。その後、 委員会は2021年7月末に撤去した。2018年12月12日、補聴行動委員会のメンバーである、各小結と、現佐都市は、日本の東京にある、靖国神社の外で、南京大虐殺について、抗議を行い、東条秀樹と書かれた大道具の紙札を燃やし、南京大虐殺を忘れるな、日本の責任を追求しろのスローガンを掲げた。 現佐都市課は民間の記者として事件を記録、報道し、二人はその場で日本の警察に逮捕された。補聴行動委員会の高齢化が進みメンバーが少なくなる状況となっている。また、この団体は強烈な中華ナショナリズムを持ち、中国共産党の中国統治にも反対する、いわゆる広市民主派団体であるため、中国本土に上陸拒否されるメンバーも多い。 しかし、2012年頃から若者の間に香港人のアイデンティティの高まりに伴い、中華ナショナリズムを帯びた、ほずり運動が香港の若者の支持を得られにくくなっており、2012年以降は、補聴行動委員会は、学校からの招待が大幅に減っただけでなく、学生の関心も大幅に減ったという、ありがとうございます。